こんにちは、ニルです。今日はマインクラフトをやっていきたいなと思います。マインクラフトは、結構前から持ってたんですけど、少しやってちょっとやめちゃってたんですよ。で、今回ね、このマインクラフトでやることなんですけど、こちらをご覧ください。ででーん。わかるかな、これ。ユタラプトルです。はい、ではね、今回はね、クリエイティブモードでアークのね、恐竜をマインクラフトで作っていきたいなと思います。僕のね、建築センスは、見てもらっても分かる通りかなり低いんで、どうなるか分かんないんですけど、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ではやっていきましょう。結構ね、これ頑張った方なんですよ。でも、ユタラプトルなのに、顔が可愛すぎて、全然危険感がないですね。よし。こっちに作ろうかな。今回作ろうと思ってるのが、テックティラノ。テックティラノ。こちらをね、作りたいなと思ってます。色は一応なんですけど、白がメインの、ちょっと赤が入って中が黒みたいな感じですかね。で、ユタラプトルで結構あんな大きさになっちゃったんで、ティラノサウルスめっちゃでかいと思うんですよね。とりあえずどんくらいの大きさになるかだけ、このくらいかな。いや、もうちょっとだな。向きどうしようかな。こう向きにしようか。こっちが頭ね。後ろ足がそこだとするなら。こんなもんかな。よし。このくらいにして、いきますか。本当に、建築がね、できないんで、どういう風にやったらね、いいか全然わかんないんですよね。とりあえずは、でも、こんな感じかなっていうので、今作ってます。こんな感じですかね。で、そしたら、顔ですね、まず。ほとんど無言で作ってましたね。頭こんな感じかな。なんかでも、ぽいっすよね。ぽいけど、ぽくない。いいんか、これで。わかんないけど。ちょっとじゃ、首の方とかも作っていきますか。こんな感じか？マジでわからん。バランスがわからん。いいんかな、これで。したらね、足の方も作っていきたいと思います。マジで作りながら喋れない。とりあえず、足、片方だけね、できました。まだ胴体とか尻尾とかね、いっぱいできてないんですけど。だからね、ちょっと、最後まで飛ばしていきたいかなと、思います。では、スキップ。できました。何時間かかったんだろう。何時間くらいかかったんですかね。それっぽい気がするんですよね。顔とかまあ、結構ね、それっぽくないですかね。どうだろう。最初の思ってたより意外と作れた感はありますね、これ。うん。結構いいんじゃないか？よしよしよし。今回ね、テックティラノ作ってみました。で、ここね、もうめちゃめちゃ広くて、まだいっぱい恐竜置けるんで、これからもちょっと恐竜をね、作っていきたいなと思います。やっぱね、マイクラ、ブロックなんで、なかなかね、曲線とか、そういうのが難しくて、できないんですけど、意外とやってるのは面白くて、ハマりすぎて逆に無言になっちゃって、ほとんどカットになったんですよね。なんで、まあまたね、次回何かしら作りたいなと思います。たまにはね、
マインクラフトをやるのもいいかなと思います。では、また次回の動画で。バイバーイ。